はい、みんなおるところですね。そうですね、はい、初めてなもんでよろしくお願いします。はい、分からないことだったらください。またまずはレースの方。そうですね、ありがとうございます。またお願いします。こちらこそ。はい、ご検討。インターネットテレビですけど、はい、今日はどちらから来られたんですか？広島です。うわ、遠いところから。あ、まあ、ちょっと遠いかったですね。えもうぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。去年またお会いしましたが、あ、神奈川から。インターネットで、はい、神奈川の松川です。松川さん、はい、今日の抱負なんかをちょっと。今日の抱負ですか、はい、去年ですね、関門で2秒で引っかかっちゃった。とても悔しい思いしてるんで、とりあえずそこをなんとかクリアして。じゃあ前回は完走が目標です。目標だったけどね。けどね、けどね、たった2秒ですよ。厳しすぎるみたいな。あ、そういうこともあるんですね。うん、2秒。今日は練習の方はバッチリでしょうか？あ、なんとかやってきて。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日も頑張ってください。ありがとうございます。お天気もね、結構いいですね。でも風が思ったより疲れちゃうから。疲れ。風もなんかそんなにない状況で、あ、いい感じで走れそうな感じ。走れそうです。じゃあこういう日はいいんですね。いいですね。今日は何位ぐらいを目標ですか？関門に捕まらなければ。お、そう。怪我しないように。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はどちらからですか？あ、地元です。あ、地元ですか。はい。じゃあもうコースはもう熟知してますね。あ、熟知します。あ、でも今年コース違うんで。あれ違うんですね。はい、ちょっと一部。どこら辺が違うんですか？ M ウェーブの方。 M ウェーブ寄らない。回らない。ああ、じゃあ、頑張ってください。はい、ありがとうございます。準備体操ですか？はい、準備体操。準備体操、一応なんとなく。ああ、もう必ずそれやるんですね。うん、なんとなく肩回りの。はいはいはい、うん、今日は目標は何でしょうか？はい、今日の目標は。今日の目標、目標どうですかね。入賞できるように、うん、ってことは完走ってことですか？いや、8番以内には入りたい。すごい。結構タイムを持ってるんですね。うんうんうん、目標です。なるほどなるほど。あれ、じゃあ今日は天気もいいので。天気はいいですけど、風がどうかな。ちょっと寒いですね。でもだんだん温まってくるんじゃないですか。そう願いたいです。今日どちらが来られたんでしたっけ？まあ、自分は静岡です。あ、静岡です。あったかいところですね。10度違いますね。あ、そんなに違います？今日どちらが来られたんですか？私は、ね、北海道です。そんなあったかいところからとか。いや、やっと。あ、私横浜にいたんですけど。はいはいはい。行ってみてどうですか？寒かったじゃないですか？そうですね、寒いですけど。練習がこうよくできるってことですか？そういうわけじゃない。いや、冬場は外走れないので、はいはい、中でローラーしたり。あ、ローラーやってるんですね。そうですね。そう、室内でね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。はい。あ、僕は千葉の、はい、OX エンジニアリングという車椅子の会社から来ます。じゃあもう整備だけで。あ、そうです、そうです。すごい。整備の。なんていうんですか、メンテナンスっていうの？そうですね、車椅子のメンテナンス。はい。もう専属だよ、修理対応。専属ってこと？いや、僕、長野マラソンさんから呼ばれて。はい、初めて？いや、来させていただいてるかしら。あ、毎年。はい。あ、そうなんだ。参加させて、ボランティアでやらさせていただいております。なんか最近の傾向は何かあるんでしょうか？最近の傾向ですか？はい。車椅子の結構でも皆さんやっぱりオーダーメイドなので。そうなんだ。はい、やっぱりその人の体格、うんうん、障害とか体格に合わせて作ってるものになるんで。へえ、これも作ってるんですね。あ、そうですよ、メーカーなんですよ。ああ、そうです。ごめんなさい、車椅子を運んでるわけですかね。そうです。こちらまで、ゴールのオリンピックスタジアム。なるほどなるほど。荷物を運ぶために。そうです。協力されてるってことですか？こんな形で引き継ぎを
お願いします。お疲れ様です。ありがとうございます。キッパーさん。はい、そうです。去年もいましたね。去年もね。ありがとうございます。ありがとうございます。今年はどうですか？天候にも恵まれてる。そうですね。昨日風がね強くて、どんな大会になるのかなって思ってたんですけど、天気も良く、また、風もねないので、選手はちょっと暑いかなとは思うんですけど、いいタイムが出るんじゃないかなっていうふうに期待してます。で、我々もねそれに携わってね、しっかり審判できるように。サポートできるような形でやっていきたいなというふうに思ってます。なるほど、うん、今日の意気込みどうでしょうか？まあ、楽しく、はい、走りたいと思います。今日は天気もいいし、絶好じゃないですか。もうちょっと暖かい方がいいですけど。あった方がいいですか、やっぱり、はい。車椅子の場合は結構暖かめの方が、はい、ちょうどいいんですよね。なるほど。はい、一般の、足で走るランナーが、今日はちょっと暑いねっていうぐらいが僕らちょうどいいです。なるほど。はい、体が消耗しちゃうような気がするんだけど。いや、結構そのスピードが出て風切って走るんで、ちょっと高めの方がいいんですよ。寒いとなかなか体が温まらなかったりとかしますね。今日の目標は、まあ楽しく走って、はい、そうですね、まあ、優勝は、はい、目指したいです。まあ、常に、はい、先頭で走、ね、走レースができればいいなと思ってます。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。地元ですか？え、地元ですか？あ、地元です。ですか？ええ。というと、もう何回、19回ですか？あ、そうですね。1回大会から出てますので。素晴らしい。ちなみにおいくつなんですか？73です。おお。完走、目標ですね。完走はね、ちょっと今回は やばいかなって感じですけど。あ、そうなんですか。できる限り。はい、できる限り頑張ります。頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張って、頑張って。
あ、どうもどうも、お疲れ様でした。今日は何番？今日も4番です。今日も4番最初優勝じゃなくて、もう無理ですね。あ、そうですか。はい、もうそんな練習はできてないんで。今日なんか競り合ってたんじゃないですか、途中折り返し点かなんかで。結構もう最初から集団大きかったですね。で、もう最後もどうなるやろうと思いながら、なんとか4番で入れたんで良かったですけどね。最後に、今日はどちらから来られたんですか？あ、福岡からです。あ、福岡から、はい、飛行機で。飛行機と、山のモノレール山手線、そこから新幹線。あ、そうそう、はい、帰りもそんなパターンですね。あ、です、はい、結構やっぱ遠いですよね。あ、遠いですよ ね。今後の目標は何かあるんですか？もう細々と、はい、できる限り、走り続けたいなって感じですね。はい、ぜひ頑張ってください。はい、まあまあこれぐらいの順位を、まあ、キープできるように頑張ります。また来年、はい、帰ってきます。ありがとうございます。お名前？山口周平と言います。今日は大分から、大分から、じゃあ一緒に来られたんですかね？はい、あ、飛行機そうですね、福岡空港一緒でしたですね。じゃあお名前聞かなかった？あ、広道純です。福岡県、はい、いい食べ物ですね。はい、じゃあぜひ仲間と一緒に頑張っていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後、あ、そう、ね、白バイに煽られてた人です。ずっと煽られてました。ずっと煽られてました。どうですか、今日は一番最後でもないんですか？最後、いや、初めて出て、もう今日は回収されるつもりで来たんですけど、はい、何でか分かんないけど回収されなくて、無事ゴール、はい、無事ゴールしちゃいました。よかったですね。はい、はい、ちなみにこちらからいらっしゃる？あ、飯田です。飯田です。長野です。あ、じゃあ地元ですね。あ、大学からこっちに行って、はいはい、今、出身はどちら？あ、出身は愛知なんですけど、今、信頼出て、今、飯田で働いてます。はい、どうですか、車椅子マラソン初めてということなんですけど。あ、まあ、完走できてよかったです。今後の目標は何かあるんですか？今後の目標、うん、そうですね、まあ、続けること、まあ、仕事もあるので続けることかなと思います。もっともっとその車椅子のその競技増えればいいですよね。まあ、ちょっと女子はかなりハードル、陸上はかなり始めるのもハードルが高いと思うので、はい、まあ、でも仲間が増えるといいかなと思います。ぜひ広げていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はおめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。第7位、西原弘明選手、記録50分41秒。第8位、伊藤隆博選手、記録51分12秒。以上です。続いて、副賞を贈呈いたします。副賞贈呈は、株式会社つかれ、株式会社ハリカ長野、マミランド長野、代表取締役社長、塚田総一様にお願いいたします。優勝者には今お使いのお布団やベッドの上に重ねて使うだけでラグジュアリーな寝心地になるマリフレックスリノブロックトッパーが贈呈されます。感染症対策にも配慮した寝具です。優勝および2位3位の選手には本大会大会長長野県 障害者スポーツ協会理事長奥原明夫からトロフィーが授与されます。お疲れ様でした。はい、お願いします。今日予定通り行きましたか？はい、予定通り、まあ、ちょっと悔しい結果でしたけど。ちなみに何位ぐらいだったんですか？1番です。まだまだ北海道は寒いですかね？そうですね、寒いんでなかなか練習できない環境はあるんですけど、これからいっぱい走れるんで頑張って練習したいと思います。今後の何か目標なんですか？そう、今年は大分の車椅子マラソンが
はいはいはい、11月なので、それに頑張って出て。じゃあまだ半年ぐらいあります。練習したいと思います。その間はないんですか、夏は。夏は浜那須、はい、8月に北海道でマラソンあるんで。なぜ北海道行ったんですか、あの2冊に。まあ、結婚してね。はい、おめでとうございます。いつから、いつからって言うわけだけど、3年前に移住しました。そうだったんですね。この目標は何でしょうか。まあ、そうです、あの今年は大分マラソン出られるようにしたいと思います。で、夢に向かって頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。今回で何回目の優勝なんでしょうか。さっき9回って言われたような。そうですか、もう忘れてしまうほど、はい、そうですね、はい、まあ1回目から、はい、欠かさず、ね、走らせていただいてるんで、はい、あの最初結構接戦でしたよね。そうですね、はい、あのまあ、スタートしてすぐ3人になって、はい、でまあそうですね、ローテーションしながら、うん、まあ、残り、ね、1キロ2キロぐらいまではね、はい、一緒に来ましたね。そういう時はどんなこと考えてるんですかね。あ、でもまあ今回は割と気心知れた選手だったので、はい、はいはい、まあ仲良く行こうかみたいな感じで、はい、ちょっと会話とかしちゃうんですか、やっぱり。そうですね、はい、よっしゃーみたいな。まあ今回は楽しく走らせていただきました。そういう意味ではね、はい、まあ今回はまあ来週に神戸で日本選手権があるので。あ、あったんですか。はい、あ、来週、はい、あ、来週、あ、来週ね、これから、はい、あるので、まあちょっとそこに照準を合わせてるので、はい、まあ、今回はちょっと楽しく、はい、まあ、あまり無理しすぎないように走ろうと思って。今後の目標は何でしょうか。まあもうそろそろちょっと競技も区切りつけようかと思ってるんですけど、はい、まあ、とりあえず来年まで、はい、やろうかなと思ってるんで、まあちょっと、心残りがないように、はい、しっかりやりきりたいと思います。5000m、 5000m、 ごめんね、ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。おめでとうございます。